汎用機の一種、ベリー FBE-200 汎用機は、幅広い用途に用いられる軽量の飛行機やヘリコプターのことである。後者は、汎用ヘリコプターとも呼ばれる。通常は、貨物輸送や人員輸送を行うが、軽機飛行の訓練など、追加装備が必要ない用途にも使用されることもある。雑用機、多用途機などの故障もある。民間機としては、法的には、 例えば、アメリカ合衆国では、連邦航空規則パート23で規定される、ユーティリティカテゴリーエアクラフトのことを指すことがある。日本の航空法では、航空法施行規則付属書第1に規定される、対空類別、飛行機実用 U が対応する。これは、最大で陸重量が 5700kg 以下の飛行機であり、限られたアクロバット飛行をすることができる。 認可された操作には、シャンデル、レイジーエイト、キリモみとバンク角60度を超える旋回が含まれる。アメリカ軍では、軍用のファム用航空機は、正式名称に U の文字が与えられている。軍用機の命名規則も参照。自衛隊では飛行場間での人員移動、小型貨物の輸送、景気飛行の訓練などに利用されている。名称は、航空自衛隊は、多用途支援機、 海上自衛隊は多用機、陸上自衛隊は多用とヘリコプターとしている。ありがとうございます。